宙船のトイレで起きるトラブルとは。宇宙船のトイレで起きるトラブルとは。はい。小学生2人が男子トイレの小便器で一緒にトイレしようぜって出すんですけど、うわっ、デオキシリボ核酸みたいだ。大きい人、台を催した人は天井に並ぶで、小の人はこう地面、床に並ぶって言ってこう行列ができるんですけど、こう天井がどんどんこうねじれていってこうぐるぐるぐるってそれを見た小学生がデオキシリボ核酸みたいだ。男子トイレでよくやる、なんか立ったままであれすると、まあ、宇宙だから水がバーって出るじゃないですか、たまになって。でもみんなめんどくさいからそれをほったらかしにするんですよ。でなんかたまりにたまった様がディズニーツムツムみたいだなって。したね。